夏、私はたった一人の家族だったお母さんを亡くして、遺産として残されたお父さんの実家を見るために長い道を行く電車に乗り、とても不思議な夢を見た。思い出せない赤い記憶、群れ飛ぶ青い光の蝶、そして悲しい目をした懐かしいあの人、私の生まれ故郷でもあるヘミスカ。そこで私は誰かと出会い、そこで私は誰かと別れる。鬼を斬るためにここへ来た千葉うずきさん、お父さんの家に住み着いていたとても元気な若杉つづらちゃん、お母さんの親友で私とも昔なじみの浅間咲也さん、私の血を狙う双子の鬼、のぞみちゃんとみかげちゃん、とてもとても懐かしい、だけど誰だかわからない夢にいる人、ゆめいさん。過去と今、夢とうつつ、私の記憶と私の血、絵にしの糸が絡まり合い、寄り合わさって一つの絵をなし、運命の輪が回り出す。
はい、もしもし。やっほー、ハトちゃん。ヨーコちゃん。バタバタしてたのも一段落ついたし。そう、ならちょうどよかった。さすがは私、絶妙なタイミング。にしてもハトちゃん久しぶり。まあね、1週間ぶりぐらい。で、ハトちゃん、今暇？暇といえば暇かな。お邪魔だったかと。ん？心のステディ陽子さんがハトちゃんのためだけに送る愛の電波放送でも始めようかなとか思って電話したんだけどね。うん。寝てたでしょ、ハトちゃん。あ、なんでわかったの？口ポカーンと開けて寝てるんじゃないわよ。いい若い子がはしたない。私口なんて開けてた。悲しいけど自分のことが一番見えないものなのよね。ほら、よだれの跡を拭いて。そっちじゃなくて逆サイド。取れた。私のおもちゃ1号認定機。それで何の用？そうそう、今暇だったら明日も暇でしょ。私も暇だし、一緒にどっか遊びに行こうよ。無理。無理です。してお昼にデザートまでつけちゃうよ。景気がいいね、陽子ちゃん。パパママ二人旅行中のとこ、私は残ってお留守番なもんで、その分ちょこっと臨時収入だね。陽子ちゃんは連れて行ってもらえなかったの？あ、はい。
いろいろあるのよ、いろいろと。ああ、それで陽子ちゃん暇なんだ。まあね。じゃあ明日の10時に。ごめん、やっぱり明日は無理。なんでよ。今そっちにいないから、言うなれば留守中。え、あとちゃん今どこいるの。電車の中ゴトゴト言ってるの聞こえない？聞こえないなら床に携帯近づけるよ。いや、いい、なんとなく聞こえた。でも電車の中にしちゃやけに静かじゃない？ガラガラなんだ。ボックス席占領っていうか一車両独占。隣の車両にも誰もいないみたい。夏休み真っ盛りのこの時間帯にその状況って一体どういう路線なの？すっごいローカル。端的な説明ありがとう。少なくとも近場じゃないのね。うん、遠い遠い。今日はもうずっと電車に乗りっぱなし。していく目的地って？蛇塚ってところ、お父さんの実家があるんだって。もしかして引っ越すつもり？学校なんかも変わったりするの？それはない、ないと思うよ。おじいちゃんとか親戚がいるわけじゃないから、住むのが目的で向こうに行くんじゃないし。だったらなんで？なんかね、私に残された遺産だなんだを調べてたら、蛇塚の家があったんだって。それでとりあえず見に行こうかなって。だし夏だし休みだし、言ってくれれば付き合ったのに。あ、その手があったか。知らない場所に一人で行くのって結構緊張するんだよ。緊張してる人はよだれ垂らして眠りこけたりはしないんじゃないかな。だからよだれなんて。陽子ちゃん。
さんの田舎